1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇小井、5、6コース5号艇宮崎、6号艇中島がいいスタートか。1マークインから先手1号艇小井、握っていくまくりにく2号艇谷川、内を続いていくのが3号艇岸、4号艇下野、最内出しから6号艇長島でバックスレッジ、押し切った1号艇小井萌が先頭、リードのは5艇身です。どうでしたか1マークのターン。谷川さんが結構伸びるので、はい、ちょっとまくられちゃうかなと思ったんですけど、急いで結構握っちゃいました。ターンの帰りは、昨日ペラ叩いて、乗りやすくなりました。結構帰ってくるようになりました。そうですか。はい、直線は、いい人には結構1個ぐらいやられるんですけど、はい、大体みんなと一緒ぐらいで、ターン回りがいいです。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇の松瀬はかなり際どい踏み込みとなっています。ただそのまま一周の1マークインから先手は1号艇の松瀬、さす2号艇笠野、間を狙った3号艇堀の内入れず、内をついて4号艇原田、5号艇川井萌でバックスレッジ、押し切りました1号艇松瀬、広美が先頭、リードの方は4艇身、2番手争い4号艇原田、5号艇川井、2号艇笠野、なおスタートは正常でした。一周の2マーク1号艇松瀬がトップでクリア、2番手争い内を運んだ4号艇原田が優勢、3番手外5号艇川井、